目小さいからなって言うなよ。ほんそうだけど、目小さいけどね。目小さいけど、でも確かに奥目だと目が小さいのかな。確かにユイナとかでかいもんな。いいな、デメ、デメになりたい奥目ですね。やばい。どうしよう。ちょっとね、ちょっと今日ね、ちゃんと配信予約をしたのは私からお知らせがあるんですよ。そう、いつもね配信予約しないから、多分珍しいなって思ってた人もいると思うんですよね。と皆さんにお知らせがあるんです、私から。やばい、もう、あ、そう。ちょっと待って。言えない。言えない。そう。そう。お知らせがあるんです、皆さんに。私はシティ48の活動を辞退することになりました。約1年前に一般のね高校生だった私をSTU に入れてくれたスタッフさんとか受け入れてくれたファンの皆さんにはめっちゃ感謝してるし、でもそれとね同時に1年って短いけど、その短いちょっとした1年間しかファンの皆さんと一緒にいることができなかったのも申し訳ないなって思うし、なんか寂しいけど、でもこの1年間、約1年間ファンの皆さんと過ごしたのは、一緒に過ごせたのはめっちゃ本当に幸せだったので感謝してます。やばい、っていう私を知らせたかったです。あ、そう、最終活動日がね6月30日なんですよ。だから6月22のお話し会が最後になってしまうので、お話し会はと僕隊公演がやら最後にやらせ、25日にやらせていただけるので、やばい、もう全然泣くつもりじゃなかったのに急すぎる、本当にごめんね。そう、マジで本当にもうずめっちゃ考えてめっちゃ迷ってごめん、本当に3回撮ったのごめんね。なので6月22日がお話し会自体は最後になってしまうんですけど、これからの私の決めた道を応援していただけると嬉しいです。